話題の車紹介チャンネル遠藤中へようこそ。今回は新型ステップワゴンのご紹介となります。どうもこんにちは、さよです。ということでステップワゴンのエアーとスパーダ、スパーダのプレミアムラインですね。かっこいいですよね。2台の比較動画ということで見ていってみましょうか。はい、まずエアーの方から。この色って結構珍しいですよね。今ねこういう明るい色っていうのが結構流行ってますね。すごい綺麗な色。綺麗だね。夏っぽいというか。そうですね、爽やかでいい色ですね。見た目的にはですね、グリル、そこが全然違うと。これがまあエアーで、こちらがスパーダプレミアムライン、こういった形になってます。イメージ的にはステップワゴンってこうもっとこうシャープな感じのイメージやったけど、結構平行というか、優しい顔のイメージですね。そうだね、デザインもねすごいシンプルで未来的というか。そうですね、かっこいいけど優しい顔。そうだね、落ち着いてる感じがします。今ねライトとウインカーを今つけた状態で、これはあれですね、流れるタイプのシーケンシャルですね。スムーズな流れですね。そうだね、で、下がフォグライト、はい、はい、ここも LED ライトでね、明るくて綺麗ですね。おしゃれやし、やっぱ可愛いですね。可愛らしくていいですよね。いいですね。はい、じゃあちょっとスパーダも見てみましょうか。はい、スパーダ、はい、こんな感じですね。同じですかね、流れるタイプの。そうですね、そこは一緒ですね。まあ、グリルがねすごくスポーティーな感じのグリルになってて、印象が変わって、かっこいい感じですね。かっこいい感じ、メッキとかも多く使われていて、そうですね、ちょっと高級感、高級感がある感じですね。フォグライトは一緒ですね、ここは一緒かな。じゃあちょっと横目行ってみましょうか。はい、じゃあまずエアーの方、はい、こちらですね。一番デザイン的に違うのがホイールですね。16インチのアルミホイールになってますね。はい、でタイヤサイズが、タイヤサイズが 205/60R 16インチですね。そうですね。こっちがスパーダプレミアムライン。スパーダとねプレミアムラインでもホイールが違うんですけども、こちらは先ほど16インチあったホイールが17インチに変わっていると。 205/55R 17インチですね。はい、ギラギラ感ありますね。ギラギラ感ありますね。かっこいいね、こちらね。かっこいい、顔と合ってる感じしますね。そうやね、こんな感じで、あとこの下の方にメッキのモールがずっと後ろまで走っていってると。でエアーはそれはないんで、そうやね、あっさりした感じのデザインとなってると。ガラスの横のねここのカバー、これがツヤのあるカバーになってて、ツヤがあって高級感がある感じ。そうやね、でエアーの方が、こちらのエアーの方はツヤのないタイプですね。はい、ちょっとザラッとした感じのカバーになってると。こっちはこっちでね、顔の優しい感じがちょっと合ってるというか、ここの三角窓が結構大きいですね。見やすいというか、ね、エアーもスパーダも一緒なんですけども、すごく大きく取られてるというか。そうですね、運転しやすそうです。視認性がいいデザインになってると。そうですね。はい、じゃあ後ろ行ってみましょう。はい、こちら後ろ姿になりますけども、このバンパーのデザインがね若干変わってるというか、エアーの方はね黒いやんのない感じのバンパーで、ちょっと出っ張りがある感じで、下にリフレクター赤色のね反射板がついてると。でテールランプは一緒で、スパーダの方はねこのメッキのラインが入ってる。あとここの後ろのカバーがね、そこがちょっと盛り上がってる感じのデザインになってると。ここはもうメッキのやつなんだ。一周ある感じ。そうやね、こんな感じになってます。そっちは結構かっこいい感じのベージュやし、こっちは可愛らしい感じ。可愛らしい感じでなってます。テールランプは一緒ですね。でこのリアゲートの上にねこのルーフスポイラー、これがついてる感じで、スポーティーな印象になってると。そうですね、ギュンギュン走ってくれそうな感じがしますねそうやね、はい。ちょ外装はこんな感じでなっております。はい、じゃあ中の方見ていってみましょうか。はい、じゃあ内装の方行ってみましょうか。はい、はい、中も楽しみですね。はい、じゃあ乗ってみます。お、結構広い。すごい広いですね。かなりね、中が広い、すごいゆったりしてる、ゆったりしてる感じで、シートもね、
すごくカジュアルな感じで、うん、カジュアルな可愛らしいシート、可愛らしいね、うん、やしね、座った感じもねすごい快適、快適、うん、なんか結構高いというか、うん、なんかこう安定してますね、うんうんうん、ちょっとエンジンかけていきましょうか。はい、かけてみます。すごいね、静か、エンジンかかるとき静かよね、うん、静か、うん、でナビは、こちら9インチのね純正オプションのナビがついてると、うん、結構大きい感じしますね。そうだね、うん、これぐらいの大きさあったら十分ですよね、見やすい、うん、なんか前もね、このファブリック調のデザインで、しかもね、ステップワゴンのタグがついてるんですよ。可愛いね、うん、めっちゃ可愛い。あとね、ここにもついてるんですよ、ステップワゴン。ちょっとしたところがおしゃれでいいね、うんうん、なんか可愛い、ちょっとしたなんかステップワゴンの主張みたいな感じで可愛いですね。結構前回りもシンプルでフラットな感じなんで運転しやすそうですね。しやすそう、うん、ここがね、うん、収納になってるんですよ、開けてみていいですか。はい、おお。ちょっとしたね、小物が入れるというかティッシュとか入れる感じだね。そうやね、いいですね、こういう小物入れ、ちょっとした小物入れがありがたい、結構、うん、でエアコン吹き出し口、はい、これはちゃんと全部閉まるような前閉できると、うんうん、でパーキングブレーキは電動になっているって感じね、うん、なるほど、はい、ここに一つ、これ運転席ですね、と真ん中に一つ、一つで助手席側に一つと、ドアノブが、これメッキ調がかっこいいですね。かっこいいね、うん、ここのね、指のフィット感がめっちゃいい。ここに開け閉めがいい感じ。ちょっと閉めてみますね。ドアの開閉はこんな感じ、重たすぎずいい感じです。であとここに小物置きがあって、鍵とか置けるからいいですね。結構ね、持ちやすい大きさですね。であとハンドルの上下はここで、上下調整できる感じです。なんかここにシガーソケットがあるのと USB 差し込み口も、これ便利ですね、あるとやっぱり充電結構したいん であとここに小物入れ、ここも結構携帯置いたりとかね、その下にもあるのね、うん、ありますね、この下にもあります。ここにでも置けるし、結構ね深いからいろいろ物置けそうです。ここ高さもあるし、であと助手席のところにマックス3キロ、ここでまた便利なものがあるんですよね。荷物をかけられる。袋とかかけたりできるよね。うん、そうですね。足元置くと結構不安定やし、ここにかけれたらめっちゃ便利だと思います。こういうちょっとした優しさがいいですね。であとここバイザー、窓も大きいからバイザーも大きいですね。こんな感じです。あとここにサングラス入れれるところがあるのと、あとこれライト、これが LED、うん、明るいですね。はい、じゃあちょっと後ろ行ってみましょうか。行きましょうか。じゃあ後ろスライドドア行ってみましょう。はい、スライドドアもここのタッチで行けるのかな。おお、めっちゃ楽。なんか荷物持ってる時になんかゴソゴソするの結構大変やし、力入れるのも大変やけど、このワンタッチで開くのがすごい便利。これはいいですね、ありがたい機能です。後ろ乗っていきます。はい、じゃあ閉めていきますね。スムーズ。あ、ここにボタンあるんですね、開閉のボタン。ちょっと開けてみますね。ボタンで開閉できるのすごい楽ですね。振り返らなくていいというか、うんうんうん、こうね、こうしなくていいから、もうここでこうやってボタン一つで軽く閉ま、開いたりね、開いたり閉まったりできるからすごい楽。ファブリック調、ここもすごい可愛いし、この一部取り入れられてて、あとここもね、ファブリック調ですごい可愛いですね。そうやね、うん、このポケットもいいね、ちょっと小物入れ、うん、そうですね、携帯とか入れる感じが、うん、ここも携帯入れれていいですね。であとここ、テ
ーブルもついてるから、ちょっとマクド行きたいなとかなった時とかね、ドライブスルーしてここで食べれたりとか、どっかで買ったものを車の中で食べるとか、そういうのもしやすいと思います。そういえば本列目シートはありますよ。あるんですか。これがね、ホンダ車のすごいところというか、じゃあちょっと後ろ行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。結構開けるのもスムーズですね。重たすぎず。3列目のシートが現れるんでしょうか。どうやって現れるんでしょう。これをめくって、めくってここに取っ手があるので、取っ手をこれをこのシートを押しまうのは、これを、引っ張って倒す。あ、すごい早っ。一瞬で、ここもすごい収納になってると。うん、すごい、ちゃんと収納になる。じゃあちょっとチャレンジしてみます。めくる、わ、すごい、めっちゃ簡単、楽ちん。これようできた構造やね。うん、すごいすごい、めっちゃ早い。で、しまうの、簡単。これいいですね。めちゃくちゃ簡単、はい、で後ろは、ここにドリンクホルダーで、こっちもドリンクホルダーで、シガー電源もあると。あると、すごい画期的。で、しまってたら後ろめちゃくちゃ広いしね。そうだね。じゃあ次スパーダの方行ってみましょうか。スパーダ行ってみましょう。はい、はい、エアもすごい良かったですね。はい、はい、じゃあ乗ってみます。わ、すごい、レザー仕様やからすごい高級感がある。なんか全体的に革の生地とすごいシックな感じで落ち着いた色味ですね。すごい、わ、めっちゃ安定する、落ち着いてる、高級感が、うん、これは半端ないね。半端ない。なんかさっきは結構明るい感じ、可愛らしい感じやったけど、こっちはまた変わって大人の雰囲気というか、うん、結構シックな感じ。そうだね、落ち着きますね。ここもあれですね、落ち着いた雰囲気で全部もう統一された感じでいいですね。そしてステップワゴンのタグ、可愛い、これは可愛いですね。またナビがすごい大きい、めちゃくちゃ見やすい。さっきのエアよりちょっと大きいですかね、うん、一回り大きいのかな。 11.4 インチのナビになると、まあ、これだけ大きかったらすごい見やすいね、うん、めちゃくちゃ見やすい、うん、まあ、エアの方の9インチでも十分やけど、うん、これだけ大きかったら見やすくて道間違えないですね。そしてまたシフトレバーがないんですね、ここ全部ボタンになってると、うん、すごー、ボタンで運転するってすごいですね。なんかもうこれで慣れてるからね、ね、不思議な感じ。新しいね。新しい。さっきエアーはここがなかったんですよ。後ろと前とこうちょっと止まってる時は歩いていけるっていう感じだったけど、パーダはここも収納できて便利ですもんね。じゃあ後ろ行ってみましょうか。後ろ乗り込んでみます。また後ろもすごい高級感、なんか広い感じするし贅沢な感じしますね。この革の仕様はすごい高級感あります。じゃあ乗ってみます。さっきは後ろ3人乗れる感じやったけど、ここは1人1シートって感じですね。で、このシートのこれがすごいところが、うん、はい、横にねこのレバーがあると思うんで、それをちょっと引いてください。はい、これ、おお、めっちゃ楽ちん。シートの安定感もあるし、これ足上げたらめちゃくちゃ楽。これは最高やね。うん、これ最高。これいるオットマンもすごい良かったんですけど、シートちょっと動かしてみたいと思います。こう横のレバーを引くと、こう引くと前に行ったり後ろに行ったり。すごいのが一番後ろまで行って、でもう一段階あるので、もう一段階上げるとなんと。横にも動くんです。すごい、左右自由自在。このシートは、うん、これ手前側にすると、うん、目いっぱい一番後ろまで行けるっていうところがあるのかな、うん、はい、でもまだ後ろに多分行くと思うんで。お、すごい、まだ行く、まだ行く。ここ
までですね。すごい面白い。でこれでオットマンをすると、快適です。これもビジネスクラスやね、これは。ビジネスクラスやね、これは。わ、快適。はい、ということで話題の車紹介チャンネル遠藤チューブ、今回は新型ステップワゴン、はい、エアーとスパーダプレミアムラインのご紹介でした。はい、ダイヤルとすごい比較もできるし、それぞれの良さが見えて面白かったですね。そうですね。はい、はい、ではこの辺で、はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。少しでもいいと思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではバイバーイ。